はい、いつもご視聴ありがとうございます。車の話題です。今日もですね、また届きました。こちらですね。はい、一体何が届いているかね。今日はですね、開封動画となりますので最後までご覧いただければ幸いです。それではよろしくお願いいたします。はい、それでは早速ね、箱を開けてみましょう。よいしょ。さあ、何が入ってるのかな。はい、相変わらずのね、空気の包装。よいしょ。よいしょ。よいしょ。これですね、これで。はい、それとこれ。カメラですかね、これね。はい、じゃあそれで早速箱を開けてみましょう。よいしょ。こんな感じかな。これ開けて、よいしょ。こっちか。上はどっちだ。というわけですね。はい。すごくシンプルな包装になってますね。はい。ではちょっと開けてみましょう。よっこしょ。はい。はい。ちょっとごめんね。猫ちゃんごめんなさいね。ちょっとごめんなさいね。はい。まずはね、日本語の簡単設定ガイド、日本語で入ってます。まあ、これちょっと中国製なんですけどもね、まあ、日本語の説明書。ちょっと短めのLANケーブルが1本。はい、そして本体ですね。本体1つ、こんな感じで入ってます。で、電源、 AC アダプター。じゃあちょっと中身をね、出していきましょうか。よいしょ。口を開けて。はい。はい。中身こんな感じですね。はい。こういう感じが中身1個。はい。電源。こんな感じですね。こんな、はい、こういう感じですね。はい、じゃあそれではね、早速設定を行いたいと思います。はい、じゃあまあこの簡単設定ガイドを見ながらですね、早速じゃあちょっと設置をしたいと思います。まあ、こんな感じですかね。まあ、大体どこのね、メーカーの簡単設置ガイドも同じようなもんなんですけどもね。まあですね、メーカーが違っても大体ね、性能とかね、使い方、設置の仕方は一緒なので、まあ、ちょちゃっと今、片付けていきたいと思います。はい、1分で設置完了しました。ここにね、電源もつきましたし、設置に要した時間30秒です。こちらのね、電源入れて、このその横にあるボタンを押して、このLANケーブルですね、終端装置から LAN、来たLANケーブルを接続して、はい、おしまい。非常に簡単ですね。設置の方は非常に簡単でした。それではちょっと設定の方、これからやっていきたいと思います。はい、それではですね、今度は設定の方を行いたいと思います。それではまずブラウザを立ち上げていきましょう。はい、説明書によりますとですね、これね、ブラウザを使って IP アドレスを入力しなさいということですので、ここで
IP アドレスを入力します。これってね、大体どのルーターの設定もですね、ブラウザ通してやるっていうのが普通なので、やり方っていうのはほぼ一緒なんでね、皆さんもちょっと見ててくださいね。http スラッシュスラで指定された Wi-Fi の IP アドレスを入れます。はこれ今入力いたしましたので、エンターを押しましょう。はい、もうここですぐね、ログインパスワードが出てくるので、ここでですね、パスワードを作成します。はい、パスワードを今設定しましたね。ここ保存しておきましょうね、とりあえずね。はい、ここで、ログインすることができました。ちょっとですね、今設定したパスワードをメモっちゃいますので、少々お待ちください。はい、それでは設定続けていきます。タイムゾーンはもうこれで、日本なんでデフォルト、これこのままですね。はい、クイックセットアップするよりね、この基本設定を介してマニュアルでやった方が簡単そうなので、マニュアルで設定進めていきたいと思いますね。というかもうなんか設定の方はできちゃってる感じですね、これ。はい、ちょっと詳細設定見てみましょうか。何もしてないんですけどね、これね。インターネット、はい、ワイヤレス、はい、これ SSID パスワード、はい、まあいろいろ出てますけどね、詳細設定、はい、なんかいろいろ出てますけれども、もうなんかね、何もしてないうちに全てのことは OK になっちゃったような感じがしますね。はい、そしたらね、どれぐらいのスピードが出てるかっていうのをね、ちょっと見てみましょう。その前にワイヤレスの設定ってどうなってるのかな。ワイヤレス設定、いろいろ見てみましょう。あ、これもなんかデフォルトで良さそうですね。はいはい。まあ、ここら辺はいじくりません。あまりいじくりません。めんどくさいんでね。ちょっといじっちゃって、また一からやり直すなんてこととなるとね、ちょっとめんどくさいんでね。もうほぼね、この設定は OK ですね。はい、それではちょっとね、スピードテストしてみましょうね。先ほどちょっと、インターネットのブックマークスピードテストっていうのをね、ちょっとね、数あるスピードテストの中で、やろうとしておりますが、ですね、こちらの方どうですかね。はい、スピードテストしてみましょう。よいしょ。まあ大体一番最初に出てきたやつで実行してみましょうかね。ああ、ちょっとね、古いルーター使ってた時のですね、これの結果を取り忘れてたんですけど、大体ね、ダウンロードが40ぐらいしか出てなかったんですよ。で、アップロードも40ぐらいだったんで、これはもうですね、だいたい4倍ぐらいのスピードになりましたね、ダウンロードに関しては。まあ、アップロードよりもダウンロードがですね、まあ、インターネットからいろんなものをこの動画見たり、ファイルダウンロードしたりするときには、こちらの方がどちらかと重要なので、まあ、これだいたい6倍ぐらいの値が出てますね。かなり速くなってますね。はい。うん、これでね、全然細かい設定、このルーターの細かい設定なんていうのは全然してなくて、すべて自動でやりましたね、これ。はい。すごいね。はい。じゃあ一旦閉めてみましょう。じゃあちょっとね、YouTube なんか上げてみましょうか。開けてみましょう。はい。じゃあちょっと YouTube 行ってみましょうか。
じゃあ最近私の上げたちょっと動画を1本ね、どれぐらいの速さで、見れるかどうか、ちょっと試してみましょうかね。そっか、これはね、こっちの方がいいですね、見やすいですね。これ一番最新のものになりますが。はい、いつもご視聴ありがとうございます。早車いのです話題です。ね、結構ぐる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 回ったりすることがなくて、早くこれやっぱりなってますね。いつもご視聴ありがとうございます。はい、車の話題です。今日は結構ね、ルーター本当に全て開封から設定設置まで10分で終わっちゃいました。非常にね、簡単でしたね。で、スピードはね、ダウンロード、いわゆるね、インターネットの方から、動画を見たりとか、データをダウンロードするところが重要なんですけども、その値もですね、以前使ってたルーターの約、4倍ほどのスピードになりましたんでね、今回このルーター変えて大成功になったと思いますよ。はい、というわけでですね、新しいルーターを買って、設置設定してみましたという動画をお送りいたしました。本当にね、簡単です。設定とかね、せいぜいパスワードを変えたぐらいかな。その程度で全て15分で終わっちゃいました。非常に簡単ですね。スピードも速くなったし、めでたしめでたしということですね。はい、本日の動画いかがでしたでしょうか。少しでも役に立ったなと思ったら、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイビー。